エテーネの民よ、さあ目を覚ましなさい。冥王の力によりあなたの命は尽きましたが、その魂にはまだ果たすべき使命があるのです。隔絶された島で生きてきたあなたたちエテーネの民は知らないでしょう。あなたたちの島の外にはアストルティアと呼ばれる広大で偉大な母なる大地が広がっていて、そこにはあなたたち人間の他に様々な姿をした種族が今も暮らしていること、これより五人の神々があなたに力を貸してくれます。さあ神の像の前に行き、どの姿に生まれ変わるか決めるのです。その姿を選んだのですね。不運にも今日この世を去ったあなたと同じ名前のオーガの青年がいます。あなたは今日からその青年の体を借り、新たな人生を歩んでいくことになります。さあこの新しい冒険の書をお持ちなさい。神はその書を持つあなたの行いを常に見ています。今後あなたの行いはすべてその書に記録されます。さあお行きなさい、母なる大地アストルティアへ。そして探すのです、あなたの使命、生まれ変わることの意味。誰か、ザンザ神父を呼んできてもらえますか。どうしたのじゃ、マリエさん。見ての通りです。この人が
ロンダの氷結で力尽きていたのです。私が見つけた時はもう息がありませんでした。亡くなっているとはいえ、亡骸をそのままにしておくのは忍びないと思い、私がこの村まで。ザンジャ神父、どうか彼の魂が迷わぬよう神にお祈りを。かわいそうに、確かに死んでおる。皆に愛されたこの者がこんなにも早く天に召されるとはな。神もむごいことをなさる。さあ皆で祈ろう。この者が迷わず神の身元へ行けるように。ことじゃ、なぜ生き返った？先ほどまで確かに死んでいたはず。それが突然魂が戻ったようじゃ。一体この者の体に何が起こったというのだ？こんなことって。神父ったら早とちりしちゃってん。生きてるじゃないか。そんな早とちりなどでは。お主は本当に、確かに見た目は同じだが何やら雰囲気が。今日はゆっくり体を休めてくださいね。それじゃあ私は用があるのでこれで失礼します。そういえばマユさんはお父上である孫王の手伝いをしておるんじゃったな。何でも今日は客人があるのか。おかしなことを言ってすまなかった。まあ雰囲気が変わってしまったのはきっと死にかけたせいじゃろうな。修行熱心なのも良いが、あまり無理をしすぎるでないぞ。せっかく拾った命大事にするといい。なあなあアンさん、もしかしてルーラストーン。やっぱ何でもあらへん。ほなさいなら。やれやれ、ジェニアがあんな顔をするのはなんかお金になることを思いついた時だよ。今度は一体何をする気かね。それはそうと、大した怪我もしてないみたいで安心したよ。本当に運が良かったね。後でいいからマユちゃんにお礼を言ってくるんだよ。大変な思いをして運んでくれたはずだからね。知っての通りマユちゃんは孫王の娘。家は鎧の看板を出してる防具屋の横の橋を渡った先だよ。孫王にも挨拶しておいで。
ロンダの氷結にもいなかった。ジーガンフ、あなたは今どこで何をしているの？あら、どうしたんですか？まあ、わざわざお礼に？いいんですよ、あなたが無事で本当によかった。あら、ルーラストーンはどうしたんですか？いつも腰につけているのに。え、ルーラストーンがわからない？使うと記憶させた場所に一瞬で飛べる魔法の石のことですよ。そんな、ルーラストーンだけじゃなくて自分のこともわからないですって？あなたは一年ほど前、修行のためにこの村へいらっしゃったんです。あんなに熱心に修行なさってたのに思い出せませんか？記憶が混乱しているのかもしれませんね。そういえばあなたはどうしてあんなところで倒れていたんでしょう？めったに人が行かないところで倒れていたから私も気になっていたんです。あそこに行けば何か思い出すかしら。ロンダの氷結の場所はわかりますか？村を出て道なりに西へ進むと見える橋を渡った先の氷の洞窟です。あなたはその氷結を南西に抜けた先のロンダ岬で倒れていました。もしかしたらルーラストーンもそこに。ロンダの氷結へ行くなら気をつけて。今は力も落ちてると思うので、少しレベルを上げながら慎重に行ってください。
リューラストーン自分で見つけてしもうたんかいな。先に見つけてアンさんに売りつけたら、ええ小遣い稼ぎになると思ったのに。残念やわ。ん？なんか聞こえへんかった？あの扉の向こうには、悪鬼ゾンガロンちゅう、めっちゃ恐ろしい怪物が封印されとるんやで。おっと、失礼。おお、今出て行った男を見たか。あれはアロルドといって、うちのマユやジーガンフの幼馴染でな、子供の頃からずっと仲良くしてたやつなんだ。ところで、何かあったのか。顔色が良くないが。ちょ、待ってーな。アンさんは言うたらあかん。これは私が見つけた情報や。ほら、出てってーな。こっからは私のビジネスなんやから。ジニアが相手では勝ち目はないな。ここは引き下がっておけ。さすが孫王藩は話が早いわ。そうだ、お前もアロルドに挨拶しておくといい。あいつは村の中にある舞踏場へ行ったはずだ。ほな、そういうわけで私のビジネスが終わるまで邪魔せんといてな。
ねえ、アロルド、そろそろ教えてくれてもいいでしょ？2年前、どうして突然村を出て行ったの？私に何も言わないで。紹介するわ、アロルド。こちらは1年前、修行のためにこの村へいらした方なの。こっちはアロルド、私の大切な幼なじみです。あ、そんなことより、ルーラストーンは見つかったみたいですね。ロンダ岬で何か思い出せましたか？え、ロンダ岬でジーガンフを見かけた？どうして彼がそんなところに？マイユ、ジーガンフのことなら心配無用だ。ジーガンフは俺の自慢の兄貴分だ。真面目で強く誇り高い。孫王やお前が案じているような悪いことなど起こるはずがないさ。でも、アロルド、あいにくだが、わしとマイユの悪い予感がどうやら当たっているようだぞ。ジーガンフは強大な力を得るためにあの悪鬼ゾンガロンと契約している。この者とジェニャはその場を見たのだ。あの恐ろしい伝説の悪鬼と？どうしてジーガンフがそんなことを？わからん。だがアロルド、ジーガンフはお前のことを恨んでいるらしい。お前に神聖な勝負を汚されたと。ねえアロルド、教えて。2年前の武闘大会で何があったの？あなたがあの後急に村を出て行ったのも武闘大会のことと関係があるんでしょ？どうやら事情があるようだな。だがとにかく今は一刻も早くジーガンフを探し出すのだ。探すまでもねえ。お前の帰りを待ってたぜ、アロルド。今日という今日は貴様に己の罪深さを思い知らせてやる。ジーガンフ、話を聞いてくれ。うるせえ！お前だけは絶対に許されえ。2年前の武闘大会、お前の力は明らかにこの俺の力を上回っていた。なのにお前はわざと俺に負けやがったんだ。しかも大会の後、俺を避けるように村から出て行きやがって。それははっきり言え、アロルド。マイユを俺に譲るために神聖な勝負の行方を怪我したのだと。そんなことでこの俺が喜ぶとでも思ったのか。貴様のやったことは戦いの神への裏切りだ。やられるままになっている。あくまで戦いの神に背き続けるつもりか。貴様、ジーガンフ、何としても全力の貴様を叩き潰す。でなきゃ俺の怒りは静まらねえ。どうあっちも本気を出さないというなら、こ
これならどうだ、アロルド！マユ！アロルド！マユの命を助けたければ全力でかかってこい！ジーガンフ、我が元へ来い。まさか今の声は悪鬼ゾンガロンか。ジーガンフを追うぞ。悪鬼ゾンガロンのところへ行ったに違いない。お前の力も貸してくれ。戦いの準備をしてロンダ岬へ向かうんだ。Thank you.